こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。潜在意識は現在の意識で、潜在意識は過去の意識ですね。でも、過去といっても、0歳の自分もいれば、6歳の自分もいるし、15歳の自分もいます。このように、様々な精神年齢の自分が混在しています。ということは、どうなるでしょうか。今日は潜在意識の状態と自己評価について、説明していきましょう。ということで、今日のテーマは、自己評価は当てにならない、です。さて、ここに同い年の2人の人がいるとします。A さん、B さんです。A さんの潜在意識の中身を見てみましょう。そして、こちらが B さんの中身です。この2人にはどんな違いが生じるでしょうか。この仕事、頼むわ。今日中ね。え？でも、できるかな？この仕事、頼むわ。今日中ね。はい、承知しました。A さんは、こんなの、できません、から始まります。B さんは、はい、できます、から始まります。A さんにとっては、こういう考え方は乳幼児の頃からなのです。そもそも楽したいので、面倒なことはやりたくないと思っているので、できないというブレーキをわざとかけているのです。と言っても、これを乳幼児の頃からやっていると、A さんは自分がブレーキをかけているつもりは全くありません。第8回の動画で、思いが一定量を超えると現実化する、と学びましたね。つまり、できないという思いがたくさん溜まると、実際に、ほら、やっぱりできないでしょ？私の言った通りじゃないという出来事が生じていきますから。むしろ自分は先が読める賢い人で、それがわからない部長がバカと感じます。B さんは5時になると仕事が終わって帰っていきます。A さんは残業です。B さん、いいな。簡単な仕事をもらって、とぶつぶつ言っています。この2人、どちらがよく働いているでしょうか。A さんは残業していますから、本当に、私はよく働いている。それに引き換え、B さんは、と思っています。でも、実際には、部長は B さんの方に、難しい仕事を渡していたりします。でも、B さんにとっては、そんなに疲れる仕事ではありません。ですから、B さんも特に、頑張っているとは思っていません。むしろ、楽しているという気分なのです。なぜ B さんは自分の優秀さが認識できないのでしょうか。潜在意識の中に子供の部分が多いと、同じ荷物でも重く負担に感じます。でも、子供の部分が少ないと、それは楽々持てるのです。このように、子供の部分が多い人ほど、私はよくやっている、と感じ、少ない人ほど、別に大したことはやっていない、と感じます。これは優秀な人にとても多い感じ方です。一般的に、優秀な人は、さらに優秀な人の多い世界へと移動していくので、なかなか自分の優秀さに気づかないことがあります。A さんも B さんも、自分の自己評価が実際の状態と違うために、それぞれつまずく時があります。そんな時には、A さんは自分を叱ることが必要ですし、B さんは自分を褒めることが必要です。こんな風に、自分が必要だと感じることとは真逆かもしれませんね。ですから、潜在意識について学ぶ必要があるんですね。